ナンバー2、ランスレーサーとグレン・カーチス・カーチスナンバー2は、グレン・カーチスが1909年、フランスのランスで開かれたゴードン・ベネット杯、航空レースに参加するために制作した飛行機である。カーチスの前作ゴールドフライヤーに基づいた設計で、オープンフレームの機体に同じ幅で、食い違いのない二長官の服用機である。服用の尾翼であった。三輪車配置の車輪で、大きい証拠だが、 主翼の中間に取り付けられた。ゴールドフライヤーよりは大型の機体で、レースのために調整されたエンジンを積み、軽量化がなされていた。アメリカ航空クラブの資金で競技に参加することを、ライト兄弟は断ったが、カーティスが参加した。ヨーロッパ製の航空機と比べて速度は劣っていたが、操縦性に優れていた。カーティスは自ら操縦し、1 0トルの周回コース2周の、 レースで15分50秒で飛行し、ブレリオの記録を5.8秒上回って優勝し、2万5000フランの賞金を得た。この時の平均速度時速 75.48km は当時の最高記録であった。ランスの競技の後、カーティスは9月に行われたイタリアのブレシアの航空ショーの競技会に参加し、 10km の周回コースを49分24秒で5周し、総合優勝した。8.2秒で発進し、クイックスタート競争にも優勝した。高度競技では、アンリ・ルージュに次いで2位となった。ブレシアでは、詩人のガブリエレ・ダンヌンツィオを登場させて飛行した。アメリカに戻ると、10月のデミンゲス・ヒルズのエアショーで、時速 88km の速度記録を樹立した。 カーティスの鬼は、チャールズ・ハミルトンに売却され、1910年3月12日、墜落した。ありがとうございます。